日は長野キャラクターズマスコットパグさん、長野のクマハヤインパラを紹介したいと思います。クレーンゲームの景品なんですが、近場のゲーセンには入っていなくて、遠くのゲーセンに取りに行こうと、そのゲーセンの評判を調べたら良くないことばかりだし、撮影も禁止とのことでメルで狩りをしてきました。まさに買った方が早いんパラです。なので今回はぬいぐるみの紹介だけになります。それでは長野のクマから見ていきましょう。ミニサイズの長野のクマ、ちょうどカバンにつけやすいサイズです。それでは1回転。尻尾あります。ふわふわです。この表情の時はクマくんって呼びづらい。クマとか長野のクマってなっちゃう。ゴム紐がついていてビヨンビヨンできます。カバンにつけやすい。クッション感ですが安定のゲーセン仕様です。タグはこんな感じ。長野キャラのタグは共通になりそうですね。ミニサイズの長野のクマでした。次はパグさん。表情が真顔すぎ。一点を見つめている。それでは1回転。尻尾あります。ちょっと残念な作り。ギリ巻いてる。つかめません。硬いし残念すぎるよ。これだったらフェルトの方が良かったな。残念。ダメだ。表情も耳はスカスカです。ゴム紐がついていてビヨンビヨンできます。ゴールチェーンよりゴム紐派です。クッション感ですが安定の厳選仕様です。タグはこんな感じ。長野キャラのタグは共通になりそうですね。パグさん好きとしてはちょっと納得のいかない作り。ミニサイズだから仕方ないのかな。最後は早いんパラ。顔はいいとしてフェルトしすぎじゃないですか。この手と足はひどすぎる。なぜフェルトにしたの。二足歩行だから踊っているイラストのだと思うんだけど、面白いっちゃ面白いけど、早いんパラ初のクレーンゲーム景品なのにちょっと残念すぎるかな。でも後からじわじわ来そうだけど。それでは1回転。尻尾あります。フェルトインパラです。ちょっとじわじわ来てる。ゴム紐がついていてビヨンビヨンできます。クッション感ですが安定の厳選仕様です。タグはこんな感じ。長野キャラのタグは共通になりそうですね。早いんパラじわじわ来てるけど、次は4足歩行でお願いします。ぜひお願いします。長野キャラクターズマスコット3人の紹介でした。紹介してて思ったのが、この作りではいつものゲーセンに入荷しなかったのがわかります。表情や作りがちょっとチークすぎかな。ちいかわの景品レベルぐらいじゃないとちょっと厳しいかな。クレーンゲームで沼ってこれではちょっとと思ってしまいました。次回はもうちょっと頑張ってほしいな。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンもよろしくね。今回はちょっと厳しめでした。次回は期待しています。チャンネル登録よろしくね。グッドボタンもよろしくね。チャンネル登録よろしくね。おすすめ動画はこちらです。ガオー。上の動画もおすすめだよ。右上が最新動画です。